と。いうわけで、みんなは白馬の引き換え券は何に使ったかな。私は未だに迷ってる。天才美少女大魔導士、マリサちゃんと、桜ローレル、千代ちゃん、星子葵が、なぜかひしミラクルが気になり交換してしまった。いっつも可愛いキャッパいい。霊夢ちゃんの、作品紹介コーナー。そう、それなんでひしミラクルなんだ。霊夢、中長距離のキャラは一通り揃ってるだろ。いやね、何かこの子の喋り方とか聞いてるとめっちゃ気になっちゃってさ。ほう、ってどうだったんだ。いや、マジめっちゃ可愛いよ。嘘ついてトレーニング休んで、自己嫌悪に陥ってるところとか、プールトレーニングが嫌で逃げ出しちゃうところとか、そうかと思えばちゃんと、ついていきますからとか言っちゃうし、姉ちゃんさん並みのシナリオの完成度だったね。霊夢こういうちょっとズボラなキャラ好きだよな。うん、もうね可愛くていけないのよ。本当他人とは思えない。おそうだろうな。なんかちょっと引っかかるけど、なんなら今回はひしミラクルちゃんの魅力について、余すことなく語ろうかしら。まあそれは今度ゆっくりとな。せっかく台本まで用意したのに、好きなことには豆だよな。さて今回のお題は昭和から、平成への時代の転換期に彗星のごとく現れ、当時の業界の常識を粉砕した、破壊力抜群の名作、スレイヤーズの紹介だ。この映像めっちゃハマったよね。みんな真似してたもんな。そんじゃここらで、本編スタート。黄昏よりも暗き者、血の流れよりも赤き者、時の流れに埋もれし偉大なる汝の、ああいうことは覚えるんだよな。好きなことはね、その熱心さを少しは仕事に分けてくれ。検討しときます。やれやれ、さて本編だ。スレイヤーズ。こいつは著者、神坂はじめさん、イラスト、荒泉るいさんにより、発表されたライトノベル黎明期の作品で、平成7年のアニメ化を皮切りに、漫画化、ゲーム化、劇場版という、ライトノベル原作のメディアミックス戦略の先駆けとして、現在にも大きな影響を与え続けている作品なんだ。でも銀エイデンとかもそうだけど、メディアミックスってそんな珍しくないんじゃないの？まあ確かに当時でも、ダークフェアや銀エイデンのような小説を原作にした、映像作品は多くあり、どれも素晴らしいものなんだが、このスレイヤーズの成功は、業界を大きく変えてしまうほどのインパクトがあったんだ。そうなの？まずはそこを少し紹介するな。まずこの作品の功績の一つとして、ファンタジー世界の復権っていうのがあるんだ。どういうこと？実は70年代より始まった SF ブームは、この小説業界にも波及し、ダークフェアや銀エイデンのような、SF 名作を多く輩出する一方で、海外翻訳ファンタジーと呼ばれる、ナルニア国物語やゲド戦記などの影響を受けた、ファンタジー作品群に、光が当たりづらい現象も起こしていたんだ。グイン、サーガのようなファンタジーと、SF を合わせたような作品もありました。ならこのスレイヤーズの登場がそれを変えたと。まあ80年代に入り、風の大陸やロードス当選記、フォーチュンクエストといった、ファンタジー名作が多く誕生しているし、OVA 市場でも、ゲーム戦記レダなども大ヒットしてるから、すべてがスレイヤーズの功績ではないが、流れを大きく変える一因になったのは間違いないな。補足だけど原作者の神坂はじめさんは、愛読書に、高千穂遥さん、荒井元子さん、夢枕漠さんなどの作品群を挙げていて、決して SF 作品を否定してるわけではないからね。本来は SF 好きで、ロストユニバースも執筆してるし、一説ではリナのモデルは、ケイって噂もあるしな。そして次に文庫市場の拡大。この当時から小説市場は賑わってはいたんだが、ファミコンの台頭や、新規ファンの開拓などの問題を抱えていたんだ。要は市場が玄人向きだったんだね。しかしその中でスレイヤーズがヒットしたことで、多くの新規ファンの獲得に成功し、これが後のライトノベル市場と呼ばれる、経済圏の土台になっていくんだ。読んだらわかるんだけど、スレイヤーズの原作って読みやすいんだよね。設定とかは忘れるけど、キャラクターがめっちゃ残るよな。そんで最後に業界の常識をぶち破ったこと。これは業界的な話なんだが、スレイヤーズが発表された時、編集部もこの作品がここまで大きくなるとは、予想していなかったらしいんだ。面白いけどね。これは当時の業界の常識で、ファンタジー小説はお堅くあれという、謎の不文律が存在しててな、タイトルも横文字だけじゃ売れないとまで言われていたんだ。今の転生物みたいな感じかな。そうだな、どちらかといえば流行りみたいなもんだ。だから作中のシリアスな場面でも、ボケが入るスレイヤーズは、業界の人から見たらかなり異質な存在だったんだ。補足なんだけど、この時期ユーモアファンタジー小説っていうのは、少しずつ増えてきてて、ノリならフォーチュンクエストの方がすごいからね。要は一番多くの人の目に留まったのがスレイヤーズってことだな。そして平成元年に発表されたスレイヤーズは、そんな業界人の常識を打ち破り、10万部いけばヒットと言われた業界で、ミリオンを叩き出し、たちまちに業界を席巻、そして勢いそのままに、
平成7年には、監督、渡辺隆さん、キャラクターデザイン、宮田直美さん、音楽、手塚治虫さんを中心とする。その後の神坂作品や灼眼の刹那などの、ライトノベル作品制作に深く関わることになる。多くの優秀なスタッフさんの手により、その雄姿を地上波に表すんだ。そしてそんな全てが企画外の問題作、スレイヤーズの主人公こそ、元祖天才美少女大魔導士の、リナインバースなんだ。悪界指示の元ネタこれなんだ。リナインバース。剣士にして自称、美少女天才魔導士の主人公。オレンジ色の長髪と、大平原の小さな胸が特徴だな。マリサが言う。何か言ったか。いや、続けて続けて。外観はご覧の通りの華奢な美少女だが、その能力は桁違いで、一般に最強の攻撃呪文とされる、ドラグスレイブさえもたやすく扱い、他の様々な攻撃魔法を習得している上、ギガスレイブ、ラグナブレイドという独自魔法さえ編み出すという、自称、天才を名乗るにふさわしい才能を有しているな。まあこれは本人が派手な魔法を好むからでもあるんだけどね。実施であり作中最強キャラであるルナの世界を見てこいという一言で旅に出て、その旅の中で仲間たちに出会っていくな。性格は悪人に人権はないをモットーとし、懐が寂しくなると趣味と実益を兼ねて盗賊のアジトを襲撃してロギンを稼いだり、自身の欲望に忠実でそれを達成するためなら少々の犠牲はやむを得ないという自己中心的というか少し個性的な部分もあるが、魔術に対しての熱意は本物で、魔法の使用に関してアメリアに正論を説いたり、仲間に筋を通そうとしたりと、常識的な部分も持ち合わせているな。ただ自分は第1話で、街一つ吹っ飛ばしてるけどね。他には釣りなどの食料自力調達技術、商品の加工技術、そしてそれを高価で売りさばくための、トーク力と、頭の回転の速さを持っており、生活能力はかなり高いな。まあこれは実家が商売人だったため、幼い頃からしつけられたんだがな。シルフィールをかばったり、なんだかんだ言って、リナって結構優しいよね。まあそこまで知ってればそう思うが、世間からの評判はすごくてな。ドラゴンもまたいで通る、ドラマタのリナとか、邪悪な魔導士とか、弱い90歳とかそりゃもう、結構ボロクソに言われててな。まあ本当下道みたいな扱いだぜ。半分自業自得な部分もあるわな。まあそれも含めご本人や周りは楽しくやってるし、何より本人がごたごたに首を突っ込むのが好きという、性分だからな、それはそれでいいんじゃないか。ただ巻き込まれるのが、どれもこれも伝説級の厄介事なんだよね。まあしまいには、ロードオブナイトメアまで出てくるしな。私ネクストが一番好き。あと、魔法と同じくらい、食費の探求心が強く、立ち寄るまちまちでの食事シーンは、スレイヤーズの名物にもなってるな。食事シーンはね基本、林原さんと松本さんのアドリブらしいよ。そして次がそんなリナと馬も胃袋も合う。自称保護者にして、凄腕の剣士、ガウリー・ガブリエフ。身長182センチの長身長髪、金髪壁眼のイケメンで、伝説の武器の一つである、光の剣の使い手、初登場は第1話で、盗賊に絡んでいた、リナを襲われていると勘違いして、助けたことで、保護者として旅に同行することになるな。まあ巻き上げてたからね。性格は気真面目かつ実直で横暴な人物だが、場の空気を読まなかったり、すっとんきょな回答をすることがあり、リナには脳みそキクラゲ、クラゲ頭と、結構な言われ方をすることもあるが、元来食事と戦闘以外の物事にはこだわらないところがあり、あまり気にしてはいないな。ただ仲間やリナのことは大切に思っていて、ネクストの最後では己の命を顧みず、ナイトメアに立ち向かっていってたぜ。ちなみに女装すると、かなりの美人さんになります。元がいいからわかるが、ただ腕がな、武器はガブリエフ家に代々伝わる火砲、光の剣を使用。こいつは通常時は、一般的な剣と同じく刃を持っているが、物理攻撃の効かない相手に遭遇した際は、刃を外し、光の本流となった、ライトセーバー上の芯の刃を顕現させることができるんだ。他にはこの剣に魔力を乗せることもでき、リナはこれにギガスレイブを乗せて、シャブラミグブを倒していたな。これって誰でも使うことができるの？まあアメリアとかも使ってたから、それは可能だが、刃の威力は使用者の、精神力や魔力の大きさに比例するから、中途半端なものが使用しても、ガウリーと同じ結果にはならないだろうな。やっぱり一定のレベルは必要なんだね。そして次がちょっと残念なイケメン。ゼルガディス・グレイワーズ。ヒーロー、ゆえだ。無印のキーキャラクター、レゾの孫の青年で、青黒い石のような硬い青肌と、金属の糸のような髪という独特の外観を持つ彼、一見モンスターのように見える外観だが、元は劣気とした人間であり、その姿は強さを求めていた幼い頃、心の隙を突かれレゾにキメラにされたものなんだ。アニメ版じゃ、結構なギャグキャラになってます。性格は基本クールな二枚目なんだが、周りがとにかく非常識というか個性に溢れてるもんで、ツッコミ役に回ることが多く、霊夢も言ってたがアニメ版ではそれの影響か、クールでお茶目なギャグキャラという、唯一無二の立ち位置を確立しているな。本人は非常に不本意だろうけどね、凄腕の魔法剣士と通称されるほどの腕前を持ち、剣による白兵戦から、
ラテルトなどの高位の精霊魔術さえも使用し、キメラとしての恩恵である高い防御力を有していて、まさに攻防一体のパーティーの要として活躍していくことになるな。物語ではレゾに復讐するため、リナを逃がしたことで仲間になるんだ。魔王の方が根性があったんだな。そして次が、正義の味方に憧れる黒髪の美少女、アメリア・ウィル、テスラ・セイルーン。セイルーン王家の第一王位継承者フィリオネルの次女であり、巫女頭を務める彼女。じゃあお父さん王子様、まあそうなるわな。やっぱ王子様だから、白馬に乗ってる二枚目なの。まあ白馬には乗ってるし、顔は好みがあるからあれだが、これこの方だ。山賊の親分、王子様なお、う、じ、さ、ま、ま、まあ続きをどうぞ。性格はお父様譲りの、明朗快活であり親しみやすく、それゆえ領民からの支持も高いが、思い込みが激しく、特に正義には並々ならぬこだわりがあり、悪人がいると高いところから、工場を述べた後飛び降りたがる習性があるな。そんで着地に失敗するっていうのがオチなんだよね。他にはリナやガウリーが指名手配された際は、正義の使命感に燃え、兵士たちを先導し、二人を捕らえようとしたりもしたな。ノリのいい兵士の皆さんです。本当の隊長置き去りだったからな。戦闘スタイルは、バルス、ウォールなどの精霊魔術や白魔術を得意とし、どちらかといえば補助系と思われがちだが、ラ、ジェルトなど高威力の魔法も使用できる上、体術の腕もなかなかで、両拳に魔力を込める、お父様譲りの必殺技、平和主義クラッシュなども使用するぜ。平和主義とは一体、ご家族は現在はお父様と二人だけだが、実はだいぶ前に旅に出てしまって以来音信不通の、お姉様がいるんだが、まあ、これはほとんどみんな正体は知ってるわな。あの残念な美人さんだよね。物語ではセイルーンの上騒動で、リナたちと知り合い事件解決後、お父様と一緒に半ば無理やり、リナたちに同行することになるな。リナと出会ってからは、思考がどんどんリナ寄りになりました。そんで次がシルフィール・ネルスラーだ。丁寧な言葉遣い、そして、黒の長髪の美人で、キャラクターボイスはあの、ディードリットちゃんも担当したトーマユミさんという、ヒロインの条件を全て揃えている女性で、無印の決戦の地となった。サイラーグの新艦長の娘でサイラーグの巫女頭。実は以前からガウリーとは面識があり、密かな恋心を抱いているが、再会時はリナがいたことでなかなか言い出せずにいるな。まあ本人以外には丸わかりなんだけどね。回復魔法が得意で、瀕死のリナを治療するなど確かな腕を持ってるぜ。黒魔法も使えるには使えるが、それは少し苦手でヘナチョコ炎の薬雷しか使えないな。まあそれはそれで可愛いんでしょうね。性格はその丁寧な言葉遣いからもわかるように、おおらかで優しいが、さらりときついこと言ったり、切り札となるブレスブレードを子供の頃隠したのを、気にしていなかったりと、なかなかに図太い性格をしているな。物語ではサイラーグに不法侵入した、リナたちが隠れていたところに現れ、ガウリーと再会したことで同行するようになり、リナたちの勝利に大きく貢献することになるな。子供の頃のいたずらが世界を救うからね。他にはセイルーンの第一王子にかなりの幻想を抱いていてな。物語の終盤で現実を示され結構ショックを受けてたな。わかる、わかるよその気持ち。アメリアにどつかれるぞ。そしてこんな個性あふれるアニメ版スレイヤーズの物語は、主人公リナが旅の途中、盗賊に絡んでいたところを、襲われていると勘違いした、ガウリーがリナと出会ったことで始まる。狩られてるのは盗賊の方だったからね。どんなことから出会った二人は、盗賊を狩り、宝を奪い、ドラグスレイブで街を吹っ飛ばしながら、気ままな旅を続けていたんだ。やってることが盗賊よりひどくない？しかしそんな二人の前に、覆面の男が現れとある商談を持ちかける。それは盗賊から奪ったものを、そちらのいいねで買わせてくれというもの。これに対しリナは、広大な土地と城が買えるぐらいの値段、つまり法外な値段を提示し、この交渉は決裂。さすがリナインバース。まあこれはこの交渉にうさんくささを感じた、リナが断る方便として言ったんだがな。女の勘ってやつだよね。そうそして死者は自身のことを、ゼルガディス・グレイワーズと名乗り、力ずくで脱出すると宣言し、その場を立ち去るんだ。そして始まるゼルガディスの追跡、その過程でリナたちは一人の人物と出会う。それって誰？それは現代の賢者とも称えられる、赤宝石レゾ。現代の賢者？ああこの時のレゾは強大な魔力を持ちながら、どこの国にも属さずに諸国を渡り歩いて、市井の人々に治療を施し尊敬されていてな。人々は敬意を込めて彼を、現代の賢者と呼んでいたんだ。めっちゃいい人やないですかー。そして彼はリナに告げる、ゼルガディスの本当の目的。それは約5000年前に勃発した、神々の戦い、ジンマ戦争において、竜神により体を7つに切り裂かれ封印されたと言われている、ルビーアイシャブラニブブの復活であり、リナたちが奪った宝の中に、その復活に必要なアイテムがあると。それってかなりまずいんじゃないの？ああもしそれがなれば世界の終わりさ。その後も続くゼルガディスの執拗な追跡。これをリナはガウリーの助けもあり乗り切っていくが、魔導士の弱点でもあるあの人被ったこともあり、ついには囚われてしまう。絶体絶命のピンチじゃん。
ああしかし意外な人物がこのピンチを救うんだ。それは、それこそがゼルガディス。は、そしてゼルガディスは告げる、自身の目的それは、自分をこんな体にしたレゾヘの復讐であること。レゾの目的は、生まれながらにして開かない目を治療すること。そしてリナを狙う目的は女神像の中に封じ込められている、伝説の魔力増幅器、賢者の石、を得るためだということ。シャブラニグズどこ行った？これらの説明を受けたリナではあったが、それでもレゾの目的が腑に落ちないこともあり、しばらくはどちらにも加担しない方向で行こうとするが、レゾの放った使い魔が滞在していた村人を、人質に取ったことでリナたちは、新たな仲間を加え、レゾの元に赴くんだ。しかしそこでリナは驚くべきものを目撃することになる。それは、それこそが魔王シャブラニグブ。実はシャブラニグブの、七つに切り裂かれた一つはレゾの目に転生していて、それゆえレゾの目はいかなる白魔法でも開かなかったんだ。じゃあその目が開いたら、そう魔王シャブラニグブの復活だ。これを阻止するためリナたちは必死の抵抗を試みるが、レゾの力は強大でついには賢者の石は奪われ、魔王シャブラニグブは復活を果たし、その陣地を超えた力に一度は敗退するも、光の剣にシャブラニグブを超える存在である、ロード・オブ・ナイトメアの力を借りることで発現できる、ギガスレイブを乗せることでなんとかこれを撃退し、なんとか世界崩壊の危機は回避されるんだ。この時魔力を使い果たした、リナの髪が真っ白になりました。そしてその後ゼルガディスと別れた二人は、セイルーンの上騒動に巻き込まれたり、指名手配犯として狙われたりしながら、楽しく旅を続けるうち、一つの噂を耳にする。楽しいか、それはレゾが生きているというもの。この噂の真意と自信を、犯罪者に仕立て上げたものを吊るし上げるため、リナたちはかつて光の剣士により倒された、魔獣ザナッパーが眠る地、サイラーグへと赴くんだ。入る時は不法侵入なんだけどね。しかしそこで待っていたのは、意外な真実だったんだ。それはレゾを慕う女エリスと、その女性によって作られたコピーレゾ。そしてリナたちに賞金をかけたのは、このエリスであり、その目的はレゾの仇を討つため、サイラーグにおびき寄せるためであったということ。結構ピンチじゃない？いや本当のピンチはこれからだったんだ。どういうこと？それはコピーレゾの方、彼はなんと自我を持っておりそればかりか、オリジナルを倒したリナたちを倒し、自身がオリジナルを超えるという明確な目的を持っていたんだ。そのためにレゾは海の親でもあったエリスを排除し、ザナッパーの弱点に気づいた、シルフィールを手にかけようとする。しかしこれはリナがかばったため、未遂に終わるがリナは致命傷を負い一時戦線より離脱。これによりパーティーは分断され、レゾは自身の勝利が近いと考えるが、このピンチこそが、リナたちの逆転への助曲になるんだ。でもリナは致命傷を負い、残されたみんなは魔法も効かない。光の剣も通らない敵と戦うんだよ。どうやってこれを倒すの？勝利への鍵、それはこの二人にかかってたんだ。ガウリーとシルフィール。それはガウリーの一言からだった。以前リナは光の剣に魔法を乗せて、シャブラニグブを倒したと。そう確かに剣も魔法も通らないが、その両方が合わされば、シャブラニグブさえも倒した力になると。そしてもう一人の人物、シルフィール。致命傷を受け、一時は生死の境をさまよったリナであったが、回復魔法の達人であるシルフィールの懸命の治療により復活し、それと同時にザナッパーを倒すことができる剣、ブレスブレードを入手。そしてリナは飛び立つ、仲間たちが待つ戦場へ。ちなみにブレスブレードは、シルフィールが子供の頃、いたずらで隠したから、あそこにあったんだよ。街中大騒ぎだったらしいぜ。そして始まる最終決戦、ガウリー、ゼルガディス、アメリアは、それぞれの得意分野を最大限に活かしながら、レゾと戦い続けていたんだ。そこに復活したリナとシルフィールが合流し、次々に指示を飛ばす。そしてパーティーは一つとなり、その大きな力は魔獣を身に宿したレゾさえ、圧倒し、リナはついに、ブレスブレードでレゾの胸を貫き、さらにリカバリーをかけられた、フラグーンに正気を吸い尽くされ倒れるんだ。そして最後の時を静かに迎えるんだよね。そう決して許される行いではないことはわかってる。それでも共にレゾの狂気に命をもてあそばれた者として、ゼルガディスは静かにレゾに問いかける。墓にはなんと刻む、と、レゾは何も、と、静かに答え息を引き取るんだ。これ最後ゼルガディスだからよかったよね。アーカたちは違えど同じ苦しみを知っているからな。そしてそれを見届けたリナたちは旅立つ。その先を目指して。って終わろうとしてるけど、最後かなりはしょったから、本編知らない人はわかりづらいんじゃない？確かに、ザナッパーとフラグーンとの関係性や、ザングルスなんかも紹介してないから、申し訳ないんだが、尺の都合もあってな、今回は大筋だけを紹介させてもらったぜ。だから気になった人は、ぜひ本編を見てほしいんだ。この作品はみんなノリがいいからね。絶対楽しめると思うよ。そして最後にまとめだが、このスレイヤーズという作品が後世に残したもの、それは数多くあるが、一言で言うと道だと私は思っているんだ。どういうこと？スレイヤーズイラストレーターである、荒泉瑠衣先生は知ってるよな。うん、最近書いてくれた、コパのリッキー可愛かったよね。実はこのスレイヤーズの初版が発行された当時、荒泉先生はどちらかというと、
青年向けの漫画家という印象が強かった方で、こういった全年齢向けの作品では、あまり知名度は高くなかったんだ。それがまずいの。まあこれは当時の住み分けみたいな慣習があってな。青年向けイラストレーターさんが、全年齢対象の作品を手掛けるのは、結構珍しいことだったんだ。ただ荒泉るい先生の描く、躍動感あふれるキャラが大勢に受け入れられたことで、そういった意識が薄くなり、多くのイラストレーターさんが新しい道に、進むきっかけになったな。イラストレーターさんから見たら、草分け的な存在なんだね。そして次は、声優ソングの確立。スレイヤーズが放映された、90年代という時代の音楽業界は、メジャーアーティスト全盛の時代で、声優ソングはどちらかというとマイナージャンルだったんだ。しかし林原さんが担当した、スレイヤーズのオープニング、特にネクストに採用された、ギブアリーズンがオリコンシングルチャート、トップ10に入るという快挙を達成した後は、その確かな歌唱力と人気を背景に次々にヒット作を量産し、この成功により後続の声優が、積極的な歌手活動を行う契機になったんだ。やっぱネクストは最高だよね。そして最後に、メディアミックスビジネスモデルの確立。スレイヤーズは小説のヒット以降、漫画、アニメ、劇場版、テーブルトーク RPG、コンピュータ RPG など様々に展開され、大きな利益を企業にもたらしたんだ。その成功体験は、角川グループのビジネスモデルを確立させ、そこで得た資金力やノウハウは、後の新人発掘や、新世紀エヴァンゲリオン、機動戦艦なでしこの制作に活かされ、これが現在まで続く、ジャパンアニメビジネスのモデルケースとなっているな。持続可能な発展ってやつだね。他にはスレイヤーズに携わってくれたスタッフさんのほとんどが、その後のライトノベル作品に、深く関わってくれたりだとか、語りたいことはまだまだ山のようにあるが、霊夢の集中力が限界に来てそうなんで、今回はここらで一旦切るか。まあライトノベルシリーズは定期的にやっていくから、今回はここらで、エンディングオープンと BGM 変更しようね。霊夢最後だけは仕事早いよな。だってマリサライトノベル好きでしょ。だからここらで一旦締めないとタイミングないかなと。ちょっと熱が入っちまったな。まあまだまだ語り足りない分は次の回で話そうか。お手柔らかにね。さて皆様今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は前回に引き続き、ライトノベルシリーズを紹介させてもらったよ。この2作品は、ジョブナイルやヤングアダルトって呼ばれていた時代から、ライトノベルという時代の転換期を決定的にしただけでなく、現在の日本アニメーションを支えている、多くのスタッフさんが携わっていたから、なんとか連続でやっておきたかったんだ。最初台本できてきた時、スタッフさんの話ばっかだったんだよ。さすがにあのままやるとサムネ詐欺になっちまうからな。まあそれは今後やる予定の、灼眼の写真やオーフェンの時少しずつ話すさ。ただうち投稿頻度悪いからね。まあそんな投稿頻度悪いチャンネルでも、たまには見てやってもいいかなと思ってしまった。画面の前の、あなた、そうあなた、ここまで見てくれたついでに、このボタンを押してみようぜ。今なら押してくれた人の中から抽選で3名様に、盗賊さん体験ツアーをプレゼントしちゃうぞ。ただツアー中に華奢な魔導士が来ても、当チャンネルは一切関与しないけどな。それじゃあ、次も見てくれないと、暴れちゃうぞ。霊夢大平原の時なんて言った？いや、何も言ってないよ。しっかり聞こえてたんだが。待てこらー。マリサが暴れちゃいけないってー。